本編ということでは初めてちょっと長いこと出てませんでしたから、舞台の方は出てたんですけどね。ですからちょっと戸惑いましたのと、すごいハードスケジュールなんでびっくりしました。朝一番電車で乗って、それで帰りは夜中の1時に車で送ってもらったりしたからね。でも私はタップだけでいいと思って気楽に「はい」っつってたら、役の方まで回ってきたもんですから、だから何ももう八千草さんの役だったものですから。でもまあ体格が大体似てたし、何年か前ですけど、八千草さんと「乱れ舞」っていう有吉佐和子さんのお芝居でご一緒したことありましたし、だからちょっと彼女みたいに綺麗であれじゃないけれど、私で役に立つんだったらと思ってやってみました。ネタだけの役っていうのはいかがですか？生まれて初めてです。ですよね、だからどういうふうに映ってるのかも全く皆目つきませんし、ただちょっとだけお見舞いに北原白秋さんのところに行く時だけはちょっと着物着て白髪ですけど、17年でしたかね、何年かの時でしたから、白秋さんが病院入院してらしてるところでちょっと座ってるところがほんのワンシーンですけど、ここまで健康でダンスを続けてこられるという何か秘訣はありますか？そうですね、なんかいつもなんかこう新しいものに何かの挑戦しようっていう気持ちがあるからじゃないかと思いますけどね。今もヒップホップだとかジャズダンスとかみんな流行ってますけど、タップのチップも取り外しができてね、歌手の人も気楽に踊れるようなそういうタップで、できればまあカップルでも踊れるし親子でも踊れる、その親子三代、特に年齢がいったらもうダメなのっていうんじゃなくて、そういう難しくないそういうタップをなんか考えてますけど今。